無事新宿パッサ新宿での降りて無事新宿に到着しました。なんか昨日あのアルチャンネルのクズ2人がなんか脅迫じみた動画を投稿してましたが、そんな揺さぶりに私は屈するわけにはいきません。今回仕上げてきたので、あの本来彼らにふさわしい鉄拳制裁、これを加えねばあの彼ら本当の意味で肯定したとは言えない。彼らなんか勘違いしてるんですね。彼らはなんかあの刑務所に入った後にあのまるで自分が正義の使者かのように振る舞う、自分が正義の制裁を加える立場にいるともう忘れちゃってるんですね。もう自分らのやったことを、舐めてますね本当に。鉄拳制裁というものを彼らに教えましょう。はい、本当にバルチャンネル、貴様ら勘違いするなよお前。いつからお前ら正義の味方になったんだお前ら。あ、お前らみたいなアウトローはな、この畑浩司が倒す。お前らにね、そのしょうもない正義感、そんなものを名乗る資格はお前らにないんだよお前。分かったか。お前から逃げるわけないだろどんぐり。こんな美味しい試合、あ、戻ってきてみろお前ら。いつまで学生気分だ貴様ら。あ、見せてみろお前の本気とやらをどんぐり。あ、楽しみになってるぞ本当にな。お前なめんじゃねえぞお前。分かったかどんぐり。